東洋タイヤは多くの皆様からご愛顧いただいているタイヤメーカーです。特に本格的な大型 SUV 用の大口径タイヤを得意とし、ブランドカラー青をベースとしたメッセージを発信し続けています。ピックアップトラックが荒野を果敢に進んでいくように、道を切り開いていく人々のうちには青い情熱の炎が燃えている。私たちはそう信じています。挑戦する全ての人たちを称え応援していく、東洋タイヤはそういう企業でありたいと考えています。挑戦するアスリートたちを応援する活動はその企業精神に基づいたものです。東洋タイヤはプロサッカーチームへのサポートを通じ、選手たちの挑戦をファンと共に応援し、地域におけるさまざまなスポーツ振興も支えています。アスリートから夢を持つことやその夢に向かって努力することの大切さを子どもたちへ伝える活動、 JFA 心のプロジェクト夢先生に東洋タイヤは協賛しています。2017年より世界を目指し挑戦するアスリートを社員一丸で応援するプロジェクトをスタート。アスリートのひたむきな姿は勇気と努力の大切さを社員に教えてくれています。2019年、若き日本代表が準優勝を成し遂げた U22 トゥーロン国際大会、東洋タイヤは重要な国際大会への協賛を通し若き選手たちを応援してきました。東洋タイヤは情熱とともにひたむきに走り続ける全ての人たちを応援し、共に走り続けていきます。皆様お待たせをいたしました。ただいまよりサッカー日本代表サポーティングカンパニー契約締結記者発表会を開催いたします。さて、公益財団法人日本サッカー協会と東洋タイヤ株式会社はこの度サッカー日本代表のサポーティングカンパニー契約を締結いたします。東洋タイヤ株式会社には今後サムライブルーの愛称で知られる日本代表をはじめ、なでしこジャパン、アンダー23日本代表、フットサル日本代表、ビーチサッカー日本代表、サッカー E 日本代表と全てのカテゴリーのサッカー日本代表をサポーティングカンパニーとして応援していただきます。そして本日はサッカー日本代表のサポーティングカンパニー契約締結の調印式を執り行います。それでは初めに公益財団法人日本サッカー協会会長田島幸三よりご挨拶を申し上げます。田島会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本サッカー協会の田島幸三です。本日は日本代表サポーティングカンパニー契約記者会見にお集まりいただき誠にありがとうございます。今日は東洋タイヤの取締役執行役員であられる笹森武彦様にご登壇をいただき、この記者会見を開催いたしております。さて、この度この日本サッカー協会と東洋タイヤ株式会社様は日本代表サポーティングカンパニー契約を締結いたしました。東洋タイヤ様にはこれまでもサッカー日本代表のアウェーゲームにおける看板の掲出や J リーグのパートナーとしてのサポートなど長きにわたりサッカーを応援してくださっております。またJFA の心のプロジェクトの支援企業として子どもたちの心身の健全な育成にも力添えをいただいているところであります。1921年に創立いたしました日本サッカー協会は本年で100周年を迎えております。その記念すべき年に日本を代表するタイヤメーカーである東洋タイヤ様にサポーティングカンパニーとしてご支援いただくことは
日本サッカー協会の強化と発展を大きく後押しすることになると心強く思っております。また東洋タイヤ様のコーポレートカラーが日本代表のブルーと共通していることや夢に挑戦するというコンセプトも共通しております。そしてまだ走ったことのない道へというスローガン、私たち日本代表は2018年もう一つのところでベスト8に進出することができませんでした。私たちのスローガンは新しい景色です。これからまだ走ったことのない道へ、トヨタイヤ様と一緒になって新しい景色を見に行きたいと思います。そのためにしっかりと予選を勝ち抜いてカタールのワールドカップに出場しなければなりません。先ほど申し上げました通り、今年は JFA 創立100周年記念の年でもあります。次の100年に向けた新たなチャレンジをする飛躍の年だと考えております。来週からはいよいよワールドカップ二次予選、そしてなでしこジャパンの強化試合、U24日本代表のオリンピックに向けた強化試合が始まります。一方で新型コロナウイルスはまだ収束の兆しが見えず、閉塞感が漂っております。このような状況だからこそ、サムライブルー、そして各カテゴリーのサッカーがしっかりと戦い、全力で戦う姿を皆さんに見せることにより、世の中に笑顔と活気をもたらし、サポーターはもちろんですが、国民の皆さんと一体となれる機会を提供できればと思っております。最後になりましたが、東洋タイヤ様には厚く御礼を申し上げるとともに、今後の皆様のご期待に応えるよう強く魅力ある代表チームを作っていくことをお誓い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。田島会長ありがとうございました。続いて東洋タイヤ株式会社取締役コーポレート統括部門監修笹森武彦様よりご挨拶を頂戴いたします。笹森取締役お願いいたします。ただいまご紹介に預かりました東洋タイヤの笹森と申します。本日はご対応の中、このオンライン記者会見ですね、たくさんの方にご参加いただいているとお聞きしております。改めて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。また田島会長にはですね、このオンライン会見に、同席いただけるとご快諾いただきまして、先ほど非常に丁重なご挨拶を頂戴いたしました。そのご挨拶を拝聴する中でですね、まさに100周年という非常に重い節目のこのタイミングでですね、サッカー日本代表の応援をさせていただくという機会を与えていただいた、この使命と役割の重みをですね、改めてかみしめて、心震える思いでございます。このような機会を与えていただいたことを改めて御礼申し上げます。どうもありがとうございます。スポーツメディアの皆様にはですね、イタリアのセリアA の名門 AC ミランに本田圭佑選手が移籍したタイミングでですね、当社がスポンサーになったこと、それから国内では当社Jリーグのガンバ大阪のプラチナパートナーを続けているということで、当社のことをご認識いただいている方もおいでではないかと考えております。私どもは東洋タイヤズというブランド名でですね、多くの皆様にご愛顧ご支援いただいている日本のタイヤメーカーでございます。日本でも最近はスポーティブなスタイルの SUV 系の自動車が増えてまいりました。
もともとピックアップトラックなど本格的な SUV 車両ユーザーの多い本場であるアメリカで、いわゆるクロスオーバー車とかですね、オフロード系の走りを楽しむ方々を中心に、当社のゴツゴツとしたかなり大型のタイヤ、これが大変なご支持とご愛顧をいただいてございます。当社は会社の規模としてはですね、決して大きくはありませんけれども、他社とは違う独自の技術に担保されたユニークで高性能な高品質なタイヤを作って、業界トップクラスの高い営業利益率、それから存在感を発揮させていただいているというふうに自負しております。当社は2019年にですね、ブランドステートメントを新たにいたしました。道なき道をも勇気を持って果敢に走っていくというフロンティア精神、これを言葉にしております。またブランドロゴの表記に用いている青色は長らく当社のコーポレートカラーであります。2020年からは青を灯せというブランドメッセージを発信し続けております。このように当社はひときわ青に対して昔から思い入れを持っている会社でございます。くしくも日本サッカー日本代表のユニフォームカラーが青色であったこともですね、ぜひサポーティングカンパニーとなって応援したいという今回の動機となるエピソードの一つだったと言えます。ボールさばきが必要でですね、長い距離を足を使って走っていただく、サッカーはこの足が非常に重要でございます。自動車を動かす上ではですね、タイヤがまさに地面に設置してですね、足回りと呼ばれる自動車の重要部品でございます。そういう意味ではですね、手前味噌ですけれども、タイヤはサッカーという競技と高い親和性を持っているのではないかと、こういうふうに考えてございます。そしてもう一点だけ付け加えますと、先ほど申し上げました通り、当社はメガメーカーではございませんけれども、独創力を持って他のメーカーに伍して戦っていくと、そういう挑戦心、こういうものを大切にする企業理念を持ってございます。先ほど の立花会長からのお言葉にもございましたように、サッカー日本代表も誠実さ、挑戦するという姿勢がございますので、そういったところにも当社と相通ずる、のではないかと強い共感を抱いている次第でございます。会社としてサッカー日本代表をサポートできるこの境遇に誇りを持ちましてですね、私たち自身も誠実なチャレンジを続けていきたいと考えてございます。ご承知の通りですね、男子 A 代表においてはですね、世界の大舞台に向けた挑戦、二次予選、最終予選ということが始まっていると認識しておりますけれども、それからこのあと14時から代表メンバーの発表がされると伺っております。来週から始まる一つ一つの試合を通じてですね、当社からは青く熱く走れというキーメッセージを掲げて、日本のサポーターの皆様と一丸となってサッカー日本代表を応援してまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。以上、ご清聴いただき大変ありがとうございました。笹森取締役、ありがとうございました。ここでサムライブルーおよびアンダー24サッカー日本代表監督森保はじめさんよりメッセージ映像が届いておりますので、ご覧ください。サムライブルーサッカー日本代表監督の森保はじめです。この度、東洋タイヤ株式会社が日本代表のサポーティングカンパニーとして私たちをサポートしてくださるということを聞きました。厚く御礼申し上げます。コロナ禍で誰もが日々厳しい生活を送っている中、このような形で支援をいただけるということに大きな期待を感じています。ピッチでのプレーはもちろん、ピッチ外も含め日本代表の活動を通して国民の皆さんに勇気、元気、そして厳しい状況を生き抜く粘り強さを発信していくことで、その期待に応えたいと思っております。まだ走ったことのない道へ、これは東洋タイヤの掲げるブランドステートメントです。常識に縛られず、新たな挑戦を繰り返し、その先にある大きな驚きと感動を追求していく、この考え方は私たち日本代表にも通ずるものです。私たちもチャレンジを重ね、
ワールドカップベスト8、さらにその先というまだ誰も達成してない場所へとたどり着くことによって生まれる大きな感動のために日々準備を重ねています。この新しい景色をつかみ取るために一緒に走っていきましょう。これからもよろしくお願いいたします。森保監督からのメッセージをご覧いただきました。続いて公益財団法人日本サッカー協会と東洋タイヤ株式会社におけるサッカー日本代表のサポーティングカンパニー契約の調印を執り行います。それではお手元の契約書に署名をお願いいたします。では契約書を交換いたします。ありがとうございます。それでは写真撮影を行いますのでご起立ください。では正面のカメラに目線をお願いいたします。こちらから目線を頂戴します。よろしくお願いします。もう何か叩きください。ありがとうございます。それでは契約書をお預かりいたします。続いて東洋タイヤ株式会社取締役コーポレート統括部門監賞笹森武彦様より公益財団法人日本サッカー協会田島幸三へメッセージフラッグが贈られます。それでは正面のカメラをご覧ください。こちらから目線を頂戴します。こちらからお願いいたします。それでは田島会長お受け取りください。ありがとうございます。続いては田島会長から笹森取締役へサッカー日本代表のユニフォームが贈られます。笹森取締役お受け取りください。ではもう一度こちらから頂戴します。少しこちらから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このままこちらお願いいたします。もう一度お願いします。ありがとうございます。はい、取締役お受け取りください。そしてもう一点ペナントがございます。代表の試合の時いつも我々を交換するものです。そのままありがとうございます。それでは再び写真撮影をお願いいたします。ではまたこちらからよろしくお願いします。お待たせください。それではユニフォームをお預かりいたします。取締役ペナントをしっかりとお受け取りください。ありがとうございました。それではお預かりをいたします。この後は東洋タイヤの新 CM をご覧いただきます。はい、そうですね、たかだか30秒60秒の、世界での映像表現ですけれども、
その中にはですね、サッカー日本代表の皆様の躍動感でありますとかですね、それから真剣な眼差し、そういったものが凝縮されております。サッカー日本代表の皆様はですね、もともと類まれなる資質を持った選手の方がさらに血のにじむような努力を重ねてですね、代表の座をつかみ取っていただいたというふうに考えております。そういった資質を持ってさらに努力を重ねた名選手たちが一体となって勝利に向けて飽くなき挑戦を続けていくと、そういう、ダイナミズムといいますか、躍動感、そういったものがこの映像の中に表現されて、それが我々の心を震わせて、感動を与えていただけると、そういうふうな映像になっているのかなと。それからこの映像の中にはですね、車が荒野とか砂漠を駆け抜けているシーンなんかもかませていただきました。これも躍動感というかダイナミズムというものを表現できたらなというふうに思っておりました。サムライブルーの青、それから東洋タイヤのコーポレートカラーの青、この青がですね、今後スタジアムの中を駆け抜けていって躍動してですね、それを見守り応援するサポーターの方々と選手の皆様のつなぐような、そういう役割を果たしてですね、そういうメッセージをこの映像でも伝えていき、我々も応援していくと、そういうことをこの映像から感じていただければと、そういうふうに思っております。ありがとうございます。田島会長、 CM ご覧になっていかがですか？なかなか今年、昨年と公式戦がなかったりしたんですけれども、いよいよアジア二次予選が始まる、そしてその先にオリンピック、そしてアジア最終予選というものが近づいてきたなっていうのをこうひしひしと感じることができましたし、今笹森様がおっしゃったように、我々日本代表はそこで躍動感があって、見ていてこう本当に応援したくなるような、そういう魅力的な代表チームの試合をしなければいけないと、こう改めてその責任を感じさせれる、そういう映像でしたね。もうある意味本当に嬉しい映像を見せてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ご覧いただきました東洋タイヤの新 CM は5月28日に予定されているワールドカップ二次予選対ミャンマー戦のテレビ中継でも放映予定です。皆様ご期待ください。笹森取締役、田島会長、ありがとうございました。